はい、皆さんこんにちは、アットムツーです。このマリオカート A、 今回後取りっていうわけわかんない感じなんだけど今回のパートは何をするかっていうと、マリオカート動、マリオカート動画実況者、マリオカートを毎日投稿されてる砂ザメさんという方と、一緒に走った回になります。砂ザメさん、大変ありがとうございました。で、あまりの嬉しさにですね、ちょっと何喋ってるかわかん、終始何喋ってるかわかんないのと、レースがめっちゃおざなりになってるっていう、超弊害があるんだけど、なのでちょっと一日落ち着いてから、オープニング撮っております。使ったキャラはですね、モートンじゃなくてルドビックという、重量級のキャラを使いました。それでは動画本編の方、どうぞ。やべ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 。ついに捕らえた今日は砂ザメさんっていう毎日マリオカート動画をね、毎日動画投稿してる超有名人な方がいるんですが、第10回の時にお願いしたのがね、砂ザメさんだったんですよね。これマジで震える手が。はい、ここ、はい、あ面白すぎでしょ。ちょっと待って待ってやべえ、嬉しすぎてちょっとやべえ。あ、痛い。あ、砂ザメさん無償の方にいいんじゃん。ちょ、今回のパートは砂ザメさんを とにかく意識していきます。砂ザメさんだけに勝つ、もうそれだけ。これがプチ第10回な感じになる感じですね。ああ、ちょっと待って、何位？ちょっと全然見えねえんだけど。あ、今のじゃない？今のじゃない？ミーハーすぎるんだが。そう、砂ザメさんはね、毎日マリオカート動画を上げてまして、まあ、多分ね、まあまあまあ、俺の動画しか見てない、マリオカート動画見てないって人以外は、多分もう知ってると思うんですけど、僕もかなり影響を受けてる実況者さんですね。一体今なんだよこの野郎。相当影響を受けてますよ、言っちゃなんですけど。あっ、ほらほらほら、いる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 、待って。いや、これいけるな、これいける、これね、あっ、うわ、抜くぜ。ズル。完全にズルでさ、ちょっとちょっとちょっと、いってえな、なんだ、ふざけんな。おい、いや、なんでも楽しいわ、これ。困った、困った。いや、まだ2周目だから、あ、じゃあ、そろそろ俺の、今まで 5割ぐらいの力でやってましたけど、そろそろ出しますかね、僕の隠された力を。これ何？何人走ってんだ、これ。っていうか、ここ、この部屋ね、ぶっちゃけレート高いから、いくら順位落としてもね、多分ね、レート上がるんだわ。そう考えると、これはオーブに乗った気持ちで、やりたいですね。ここはちょっと下手なことしないで、確実に。っていうの、勝ちてからな、5位だろ？あ、これこれ、やべえな。これ、砂ザメさん、これ、あれじゃねえか、3位、3位のラインにいるんじゃねえか。あー、クソ、これ追いつけねえか。あ、あ、あは、落ちてった。ラグくなきゃら落ちてる。ラグくなきゃら落ちてった。ちょっと待ってよ。あー、ちょいちょい、あー、ずるい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 。あー、よし、もうやめて。くっ、5位だよな、ラグで6位とかなんなよ。勝った、勝ったかな。あー、やった。やっぱあれ落ちてったの砂ザメさんや、あれ。すげえな、多分動画収録してんだな、きっと。マジかよ、見て、俺と砂ザメさんのツーショット。もうやりたいだけ、これ完全に。いやー、緊張しますわ。せっかくだから、全体の順位はいいから、砂ザメさんに勝ち越したい。大船に乗った気分で。でもね、多分ね、今ね、
あの調子だと多分ね、砂染さん動画収録してるから勝てますよ。動画収録してる砂染さんだったら勝てる。あの別にあの走りでは完全に負けてるけど、なんかもう圧倒的不運が砂染さんを襲うから多分。いきますよ。これピョンピョン意味ある？聞くけど痛い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 。ここは安全ルート行きましょう。無難に無難に行こう。無難に。ほらほらほら、あのね、安全宅で行くよ今回。もう硬い走り、無痛にしては硬い走り。冒険はしない今日一切。じゃあここに行こう。あー、これぶつかりますわ、このようにね。なんだかんだに倒したぞ今。倒してない。ラグいわ。これちょっと怖いんで、これも安全宅。この守りの姿勢、守りの走り。いや、自利品でもいい。硬く走る。ミスんないことが大事、何よりも。下りは、ダッシュしても意味がないんで。うわー、ちょっと待って、電車やめてくれ。くぅ、いいこととこ、いいこととこ。あ、ちょっと、ダーちょ、ここで使うのよし、ここで使うのよし。ここで、カーブ入って。まあまあまあ、結果論いいかな。ドイツ早すぎ、オロタ。スペインも早い。ここは、攻めましょう。おらー、いいよ、いいよ、いいよ。いいよ、いいよ、いいよ。久しぶりの割には、全く悪くない走り。ちょ、邪魔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 。うわー、これ曲がりきれないオチではバーン、押してもらったぜ。いや、いいよ。なんだかんだこのレート隊でも、トップ争いは言い過ぎだけど、上位争いにはしてる。正直、多分、細かい走りテクニックで完全に負けてるから、アイテムとかで、なんとかするしかない。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。うわあ！でも、リカバリー、ブーン。これ、俺じゃねえの、ふざけんなよ、もう。なんなんだよ。なんのラミ、危ない。俺、ない？砂添さんのとこ。これ、砂添さん1位か、もしかして。ちょっと、俺ね、正直、パッと見る、今、余裕はない。上から行こう、たまには。これ、下のルートの方が早いんだけど、まあ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 。アイテム取れるかな。これやべえな、マジで1位なのだよ、これ。全然俺の神出てこねえもんな。あーあね、今深夜なんですよ。そんな大きい声、あい、捕らえたぜ。待て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 。ここは攻めるか、ここは攻める。よし、攻める攻める攻める。アイテム、ああ、これは、あー、キラー引いてる人。でも俺12位じゃねえか。いやいや、全然笑えねえからこそ。これはひどい。やべえな、これ一生いっぱいだな。もう勝手にこれやってるだけなんだけど、うわ、やっぱすごいね。5位の阿部さん何もんだよ。ドンキー阿部何もんだよ、あれ。レート低いのに。おお。いや、マジでね、これね、マリオカート実況する上で、なんかもう一つ到達したな感がね、もうあの、よく見る実況者さんからよろしくお願いしますって言われたみたいな。ミーハーすぎる。あー、マリオスノーマウンテンヒーチクリー。マリスタ勝てる気がしねえ。よし、まだいける。まあ、言ってそんな上手くないんだけどな、俺は、ここ。いやいや、黙っちゃったわ、今。なんか編集点作ろうとしてたわ、今。いや、全然黙るとこじゃなかったわ。はい、ここ。ちょっとガチで勝ちに行きます。マジでキリリだったわ。下手すぎる。ああ。この高いレート帯で、おっしゃ、追い打ち替えた。まあ、あの日本人、王子さんは多分ね、復帰することはできない。とりあえず1個抜いて、確実に1個ずつ、1個ずつ確実に行こう。みんなここショートカットしてくもんね、これ。もう何の差もつかない、正直。2周目、突入。とりあえず星から取ろう。星とは。うわ、痛い痛い痛
ここでキノコです。どうですか。お、さすがアイロンマンさん。お、前にはすなさめさん攻めるぜ。やべ、ジャンプし、これ一個取っとこう、一個取、あーちょっと、それダメでしょ、それダメ、それダメ、マジでワシントン条約で禁止されてないってやばいって。ういバーンドーン、 OK、 に浮上、1位も見えてる、かなりいい展開ですよ。ここジャンプ外側でもいい、とりあえず確実に、確実にいこう。ここあ、これスーパー8引いてる、ウルトラ8だっけ、ミラクル8だっけ、多分その辺です。コインコインか、きちいな。次に言うと見えねえのも相当きつい。あー見えなかったけど、なんかいい攻めてたっぽい。来てるよ来てる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 、あ1位来て、あは1位来て、コイン以外で頼むわ。次ラストラストラスト、いやこれマジでね、正直差ついてないからラスト加速アイテム取られてたら負けるっちゅう線ある。あでも1位そんなに差がついてないときは数みたいなアイテムしか出ないと信じながらいきましょうか。これあーだ、あと踏んじゃった、やっべ、かははは、いや2位でいい、もう2位でいいから、かや焦ったあー焦っちまったな。いや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 、でもよかった、これ結果論、結果論だけど、よかったよかった。動画収録してなければまたやりたいですね、砂染さん。あのね、まあ、今回僕の方からコンタクトを取らせていただきたい、いただいたんですけど、菩薩のような人だったねもういつでもどうぞみたいな。いやー感動だ。でもね、やっぱ楽しい時間ってすぐ終わっちゃうんだよね、まあ、最後は、最後はというか、これ最後もきちっと、あこれちょっとジャックとそのままくチクタクロックかこれ砂ザメさんも選んでるステージ、まあいいでしょう、砂ザメさんの得意ステージで勝ちたいですね砂ザメさんがドラカ収録してたら多分風に見舞われて勝てるからでもそこ収録してなかったら勝てないかもしんない。よし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 、いってていって、ちょ今回はコイン意識しながら走りますか。お、いいアイテム。俺を抜かすと怪我するぜ怪我してね、兵を全く怪我してね。いまだにこいつすげえよく使うのに名前が出てこないっていう事案が発生してんだけどあ、使いやすいですよね、この重量体はすごく使いやすい。とりあえずここはこれ俺に飛んでくるのでは、いいや、とりあえず飛んでくるのは諦めながら、いや諦めない。うわちょっとほらね何がほらねかいまいち分かんないんだがとりあえずダッシュ板踏んで、すぐにガラバリしよう、取り戻すことは大事。ゴイゴイ、なんで当たってねえんだ、すげえ楽だな、スコットランドかあやべ、下り坂意味ねえんだった、サンドリしてもてか、もともとうまくねえからそんなする必要なかったわこれは取りましょう。あ、やべやべやべあもう動揺が隠しきれない。今5位か。トップ、あ、やべ、こっちじゃねえわ。1位、砂ザメさんじゃね、砂ザメさんじゃねえか。あとは結構団子になってる。てか、そんな離れてないですね、思ったより。やばいやばい、ちょっと怖え。あとは前に投げよう。いやーなんでだよ、何食らったんだよ今、多分赤コーラですクソ勝てねえなこれ多分。いやー諦めな、どんな時でも決して諦めな。フォックスじゃねえそもそも痛い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 、ちょっと待って待って待って、マジでみんな早いな、危ない危ない危ない、うわ危ねえこっちから行く、第3の選択肢、おおいけるぞこれ、かあダメか、4位 ?5 位かよ超冒険したのに一切順位変わってねえわ。いやーでも楽しかったな、まあ順位をともかくとして、いやすごい楽しかった。
あーあのねやっぱねこういうのもこういう時も実況者やってていいなって思う瞬間ですよね。まあ勝手に乱入しましたが砂染さん大変ありがとうございました。では皆さんまた次のパートでお会いしましょう。失礼します。